えおはようございます。7月17日朝5時20分の相場解説になります。えー、これ、デイリーを見ているんですけども、デイリーはね、相変わらずこの赤い線引いたんですけど見えますかね。この赤い線に沿って、こちらのトレンドラインが形成されているところがあ見て取れます。まあ、ちょっとはみ出してますね、ここね。うんまあ、レンジに入ったってことなんですね、これはね。で、そのレンジの中でも、ちょっと4時間の方を見ていくと、すごく特徴的な あことが分かります1つはですね、えー、ちょっとまだ1時間じゃないと見えないと思いますけども、ヘッドドセルダーがここにできて、でぐーっと高値圏入ったと思ったら、バカーンと下がったわけですよね、で、プラス、昨日私の動画のコメントにも入れてくださった方がいて、ご明察なんですけども、こちらの2つのね、下ひげを支えに、これ、実はですね、ダブルボトムが形成されてるんですよ。 ドカーンとということで、ここに W が見えますよね。これもいつものパターンですね。えー、こういう風な形で W が形成されているということですね。これはだから右辺が強い W とはちょっと違うんですよ。えーとね、右辺が強い W っていうのはどういうことかっていうと、こう来て W の真ん中がこうあってですね、その後、ここを超えたら強くなるよってやつなんですよね。で今回の W ってのは、 それと違ってこう。本当こう真ん中のね。谷がですね。これこれが揃っちゃってるんですよね。まあですんで、右辺が強いというよりも3点天井になって、また大きく下がっていくってことが考えられます。ちょっと1時間の方行ってみましょうね。1時間だとね。あらゆるものがはっきり見ます。これがだからヘッドアンドショルダーでしょ。こういう風うなヘッドショルダーがあって。 ボカーンと下がるのが分かるわけですよ。で、ここで急上昇してる波がありますんで、ダブルボトムがここに見えて、ね、コメント書いていただきましたけど、ダブルボトムで上昇するんじゃないかなともうその通りなんですよ。こうぐーっと上がって、ぐーっと上がって、N をね、3回書いて上がってきました。まあ、私は朝の時点でもうね、今日はチャート見ませんよって言って、そのまんま、あちょっとね、<laughs> あのー、吉井町の方に行っちゃったんですけどね、えー、吉井町はね、あのー、 富永一郎さんという漫画家の出身地で,で、まあ、小さいながらも、ね、西アークラソンみたいにすごく盛り上がっている町なんですよで。そこをちょっと行って、えー、ベンガラの町の方へちょっと観光していったというわけなんですけどもね、まあ、ちなみにベンガラの町あまり人いなかったんですけども、それなりに、うん、なんか見応えがあったかなと思います。今ね、観光地、ね、GoTo キャンペーンじゃないんですけども GoTo キャンペーンどうなるのかね、ちょっと私はね、分かりませんけども。 あのみんなが旅行に行くぞーっていう時に行く必要はなくって観光地っていつ行ってもそこに同じようにあるじゃないですか、まあ、だから誰もいない時に行くのが、まあ、基地かなと思いましてね、えー、ちょっとね旅してるわけなんですけども GoTo、まああのー、キャンペーン仮に始まったらもう行かないですね、うん、逆張りですもう完全に <laughs> うん、まあ、ちょっと話それましたけどそういったことで昨日はねチャートを見てなかったんですけどもたまにスマホで確認して夜ね、えー、見ていると、まあ、ダブルボトムで。 同じ水準まで戻ってきてるなっていうことは確認しましたね、ここ。同じ水準でしょで、ここからあ、さっきの3点天井ね、3つ目見えませんけど、3点天井で大きくぐっと下に下がるところも見えていくかなと思いますけども、ここは今日注視していくところですね。本当に大きく下がるのか、それとも上に突破して、またさらなる N を書いてですね、上昇していくのか、分かれ目でございます。本日は以上です。